どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲どんどん弾いて歌えるように弾き語りできるようになるよということで日々簡単なレッスン公開しております。今日もやっていきますよ。今日取り上げたい曲はこちら、ドン、ハワイアンソングの大定番曲ハナワイムーン。こちらのね、もうほんと透明感あふれるね、もう素晴らしいハワイアンソング行ってみたいと思います。このハナレイムーンっていうのは、あのね、カウアイ島にあるハナレイビーチで、こう、繰り広げられる美しい歌詞の世界観だということなんですけれどもです。もうハワイ好きな人にとってはもうこれたまらないやつです。はい。で、もちろんこれハワイアンの大定番曲ということで、あの、ガズレレでは過去に取り上げてるんですね。ガズレレってもう想像を絶するぐらいハワイアンの名曲たちを取り上げてます。ちょっと概要欄にね、ハワイアンソング特集ページ貼っとくんで、ちょっと他の曲も見てもらいたいんですけど、この曲かつて2018年に一回取り上げてるんですよ。で今見るともうちょっとね、あの深く行きたいなということで、今回2024年版改訂版ということでかなりパワーアップして分かりやすく簡単になってかっこよくなってますからですね、今日は張り切ってこのハワイアンソングでちょっとこうね、なんていうのかな、ビーチなゆったり気分味わっていきましょう。はい、本日は G ラボのガズモデルウクレレと、はい、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってスタートしていこうと思うんですけれど、ただいまですね、この G ラボのウクレレたち大好評にて販売予約受付期間真っ最中です。今ね、春の G ラボ祭りということでね、ちょっとキャンペーンの対象品もあったりして結構面白いことになってます。概要欄に詳細貼っとくんでチェックしといてください。はい、そしてあとこの本が出ますよ。主婦の友社から4月の26日にガズのめちゃくちゃいいことを言ってる本、ご機嫌ガズレレデイズが発売になります。ただいまアマゾンなどで、予約受付中です。皆さんぜひゲットしてください。めちゃくちゃいいこと、これ学部の本じゃないですからね、すごいいいことが書いてある。もう本当にね、皆さん手に取ってもらいたいです。でこの本の出版記念イベント、目黒にで5月11日東京目黒で開催なんですけど、入場無料です。ウクレレ持ってきて一緒にセッションしましょう。あといろいろ面白い話もしたりするんでですね、これ申し込みあと数名で完売というか、満席になりますから、あのちょっと興味ある方急いで概要欄チェックしてみてください。さあレッスン始めていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりありますから初心者の方でも安心してください。コードはね、シンプル簡単バージョンで5個です。やった、嬉しい。はい、後半はかっこいいバージョンいきます。後半のかっこいいバージョンはやっぱりあのふんわりしたリズムをちょっと、重点的にやっていこうというふうに思います。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからどんどん楽しく自分から音楽を生み出せるようになるわけですからね。ぜひガズレレで音楽スタートしてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。ハナレイムーン。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやってみます。1、2、3、4。レン、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 レン。Oh,
のチェジハワイアンソングの名曲ハナレイムーンカズレレユシンプル簡単バージョンやっています。これあのフラやられてる方もですね、この曲ウクレレで今度プレイしてみるのもすごいいいと思いますよ。これねゆっくり簡単ですから。ただしやっぱ歌英語ですけどね、まあその辺はちょっとまああの英語の難しさっていうのは別にあるとしても、あの演奏してこうハミングでまずはねねねねねね気持ちがいいです。これもうラララでもねヌヌヌでもいいからまずこれやってみてください。はい、そして今のバージョンはねこれ原曲もこう1番のこう1個の1番というものを繰り返していってキーが変わるみたいな風な感じでね、もういろんな方のバリエーションカバーがいっぱいありますから、ちょっと今回ウクレレで気持ちよくできるようにガズがオリジナルアレンジしたバージョンになっております。構成としては全部一回1番というかをやって、あとはサビを繰り返して最後エンディング、こんな風な流れになっております。で、あの、今も言ったように他のいろんな数々の名だたるハワイアンミュージシャンがこの曲を独自の解釈でカバーされてるんで、もういろんなバージョンがあるんですよ。まあなんで今回はガズレレがウクレレに特化したすごくあのシンプルで簡単でしかもちょっとロマンティックなアレンジになってますということでお願いいたします。はい、でガズレレの動画見てもらったらわかると思うんですけど、歌詞とコードが出てますから、それを見ながらですね、一緒にこう弾いてもらって練習してもらって、まず1個目のゴール設定としてはガズさんの今やったシンプル簡単バージョンと一緒に演奏できたらもうこれは1個目のゴール達成でいいと思います。まあ英語という難しさはありますけど、最初はそのさっき言ってみてハミングでも全然いいと思いますね。まずそこを目指してください。で一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり大変ですから、やっぱ最初は楽譜的なものを見て何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、海を見たり空を見たりしながらこの曲ゆったり奏でるとかも最高だと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はガズのこの手書きのノートに書いた楽譜、手書き楽譜を見ながらガズは演奏していきました。はい、このハナレイムーンですね。はい、これねもうちょっとしたら画面にこんな風に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってことでシェアしようと思うんですけど、その前にですね皆さんとってもいいサービスをちょっと紹介させてもらいたいです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。ハナレイムーン、ハワイアンソングの定番ソングです。2024年改訂版です。はい、イントロ見てもらいたいんですけど、これね今シンプル簡単バージョン C1 回伸ばして、こうやって入っていったんですけど、ここかっこいいバージョンではフレーズ弾きますからね、ここ結構あのポイントになるところです。でこんな感じシンプルです。もうコードがほぼワンブロック1個で、ただし英語ですけどね、はい、こんな感じで書いております。でこんな風に写しておくので皆さん一時停止で、ノートとかに書き出してゆっくり練習してもらいたいと思うんですけど、ガズクラブに入っていただいて、今映ってるこれをデジタルデータでお手元に、ダウンロードしてすぐにねあのご活用いただけるのもすごくねおすすめですよ。ガズのノートの特徴はですね、ここ見てもらうとこう点がついていたり V がついていたり、これ何かというとタイミングが分かるようになってます。ここ行ってみましょう。 When you see C から始まるから、ここから C が始まるんですね。 When you see
運、離れば moonlight 運、you will be、 こういう風にタイミングが測れるようになってですね。まあとはいえですね、これすごい溜めたりね、あのブルージーになんかソウルフルにね歌うアドリブを聞かせて歌うっていうのもすごく素敵なんで、この通りに歌う必要はないですけど、すごいいいガイドになるなということで、あ、これがガズノートの特徴でございます。ぜひ皆さんガズクラブにこう加入していただいて、このねガズの手書き楽譜のダウンロードを有効に活用していただくのもおすすめなんですけど、お時間ある方はこんな風に写しとくからノートに書いて、自分でね、書き出してみてください。一時停止。ここタタタタって書いてあるんですけど、ここね、あとかっこいいバージョンでここちょっと盛り上げていくような、これ結構入ってきます。これ後で解説していきます。はい。まずは、こういう感じかな。1番、2番。はい。で、ここからサビになります。はい。ですか？で、ちょっとご注目いただきたいのは、ここ、アロハン、ワイヤオエってやったら、ここ1、2って書いてあります。1回目は G7 を弾いて、もう一回サビ繰り返します。なんでもう一回ここから、はぁ、なれってこうなって、これで2回目に来たら今度 A7 になって、今度このエンディングに行くと。で、最後はこういう感じで行きますよということなんですけど。ここね、ちょっと見てもらいたい最後のエンディングのとこなんですけど、ここ F、シンプル簡単バージョンは F だけだったんですけど、かっこいいバージョンは F に、この後 F マイナーっていうコードが足されて C に行く。これ F マイナーっていうコードはちょっと難しいから、かっこいいバージョンでは、ここのコードだけが、ここの場所だけで使うこのコードだけが一個追加になるよということでございます。はい、ということでちょっとコード見ていこう。ということで今ね、言った F マイナーっていうのはかっこいいバージョンで、ここ一回出てくるだけですけどね。これでちょっと隠しといて、はい、今日入門コード5個です。これは嬉しい皆さん。本当にね、こんな素晴らしい名曲がこのコードで弾けるなんて。今映ってる 5個のコードは、これガズレレでは、めちゃくちゃ簡単、入門、抑えやすいコードの仲間。はい、このガズレレ必須コードの、グループのメンバーなんです。よかった。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんて超簡単。だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つ、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。はい、それではここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱり問題になるのはこれ歌ですよね。When you see, 離れ by moonlight. すごい気持ちがいいんですけど、これ英語ですからね。この英語の雰囲気っていうのがまたいつもこれ、やっぱり英語の曲は難しいなと思っている方がいらっしゃると思うんですけど、そこでいつもね、ガズが言ってるアドバイスを今日もしたいと思います。英語の曲とか、こう、外国語の曲を気持ちよく、歌う秘訣があるんです。それはですね、モノマネと調子に乗る。もうこれがなければ絶対に弾けませんから。モノマネっていうのは聞いて、その風に歌うってことです。でもね、ただね、モノマネするっていうのは、こっぱずかしく、気分になっちゃう、恥ずかしい気分になっちゃうんですよ。なんだ、だから、そこで欠かせないのが調子に乗るってことです。もうハワイ人です、私は。私は欧米人です、みたいな感じで、なっちゃうわけです。こういう感じで演奏していきます。When you see, Hanaleva Blue なりきり力。はい。調子に乗るっていう。これ大事でございます。はい。モノマネ調子に乗るで、雰囲気をこうガッチリ掴んで、ムードで行く。こういうハワイアンソングってやっぱそういう感覚っていうか、ムードっていうかね、リラックスしたこうビーチを見ながらみたいな、そういう印象も大事ですから。そういうとこ注意して演奏していきましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。さっきも言ったように、最後の最後で F マイナー1個、かっこいいバージョンが追加です。コードですね。押さえる場所、ここと、ここと、ここ。ちょっと、これ初心者さん押さえづらいコードで有名ですけどですね。はい。2つの押さえ方。1弦のこことここなんですけど、こうやって押さえるパターンと。こうやって押さえるパターンがあります。親指で押さえるパターン。はい。ウクレレ持つ位置がガズみたいに低い人は親指が押さえやすいです。ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指でこう押さえた方がいいですよ。こんな風にね。はい、こう。こうかこうか。どっちでもその人のプレイスタイルでいいと思います。はい、この F マイナーを使って、最後エンディング決めていきましょうということでございます。はい。で、今日演奏の中で出てくるリズムはですね、このね、いろんなそのアーティストによってね、リズムのアレンジも全然違うんですけど、今回このガズレレではですね、このレトロビートでいきたいと。レトロビートと、まあ、シャッフルのリズムというね、跳ねたリズムの中のレトロビートなんで、まあ、その辺がちょっとあれですけど、レトロビート。これがかっこいいリズム。この曲にすごいぴったりだなと思います。レトロビートっていうのはもうガズレレが名付けてる、オリジナルのリズムの呼び方ですからね。このレトロビートの弾き方は概要欄に貼ってあるウクレレのリズムいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画が貼ってあるんで、それを見てもらいたいんですけど、今をちょっとレッスンしますと、C で弾いてみます。1、2、3、4。こういうのをレトロビートって言ってるんです。渋いでしょ。ドゥンドゥランダンダチャッカ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 
いでしょ。親指でドローンと響かせる、ドンドロンダンダチャッカ、チャも入ってくると。でしかも跳ねてるリズムでゆったりなんで、こんな感じです。気持ちがいい、気持ちがいい、このレトロビートでこの離れムーンも最高ですから、ぜひやってみてください。ちょっとリズムキープを慣れないと、この弾き方ちょっと慣れてこないとね、リズムキープちょっと速くなっちゃったりするかなっていうのはあると思います。まあ、ひたすらこの練習、はい、していただくのがいいと思います。ガズレレではね、3分リズムトレーニングプログラムっていうのをやってるんですよ。ちょっとこれもすごい参考になるかも。3分間このレトロビート練習するってやつがあったりとかして。はい。そんなのでちょっと基礎を高めてもらって、まずリズムキープやっぱすごい大事になると思います。はい。そして、今日ね、ちょっととっておきのものとしては、イントロのさっき口で言った、簡単バージョンで口で言ったフレーズを、今度弾いちゃおうということでございます。ちょっとやってみますわ。ワン、ツー、スリー、フォー。今のです。ドンダダンダダンドダンダダン。はい。これをやっていこうと。このリズムの時は、このタブ譜という、この楽譜で解説するんですけど、リズム的にはね、疾走ビートって感じかな。あ、ルンルンビートだ。ドゥンガ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 。シャッフルだからね。ルンルンビートというふうにガズレレで言ってるリズムで、弾いていくのがいいと思うんですけど、まあ、このルンルンビートって、つまりシャッフルでアップダウンで弾くってことです。ダンガ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 。これ、今言ったような、ダンガダンガダンガみたいなので、曲の中でちょっとおかずとしてもね、この後出てくるんでですね。はい。ちょっとそれも今覚えておいてください。じゃあ、このタブ譜をちょっと解説していきましょう。このタブ譜の読み方わかんないなという方、概要欄にタブ譜の読み方、徹底解説動画貼っとくんで、それでちょっとお勉強してもらいたいんですけど、まず最初に、これ簡単ですか ?C を弾いといて、弾きます。C を弾いて、僕のこの手見といてくださいね。C を弾いたら、その次、2弦の3、0、1、0、2、あ、今の2は3弦の2フレット。2、0、1、0。0っていうのは C のことを指してます。いきますよ。もう一回。C を弾いて、C っていうのはつまり2弦を注目してください。C 弾いて2弦で、3、0、1、0。3弦の2フレット。2弦の0フレット。2弦の1フレット。はい。これね、口で言うよりね、音聞いてもらった方が早いかも。見ながら見ててね。せーの。わかった？で、3、0、1、0、2、0、1、1、2、3、4。わかるかな？はい。だん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 。ここの数の指がヒントになります。よーく見て、ちょっと遠いかな？ちょっと近づく。いきますよ。せーの。この3弦の2フレットはこの指でもどっちでもいい。でだででだんでだんでだんだ。はい、これをちょっとシャッフルの跳ねたリズムでやってリズムに入っていく。ちょっとイントロから、A メロの入りまでやってみましょう。ワン、ツー、サン、はい。これすごい素敵じゃないですか。このフレーズちょっとなんとかものにしてください。でだんでだんでだんで、これをねサワーとこ弾くとすごく、あ、力めないでよ、力まないで優しくね。このハワイアンな感じが出るじゃないですか。ぜひこれやってみてください。あと曲の中ではですね、もうほんとシンプルにコード弾いていくだけなんですけど、たまに盛り上げるところがあって、さっき言ったようにルンルンビートでちょっとね、おかずみたいにやっていこうと思います。ちょっと、A メロのところやってみますね。When you see, 離れば you will be heaven. 次いきますよ。By the sea, 次です、ここ。G7 ワンブロックの中で、ダンガダンガ、はい、ちょっとこう盛り上がる感じ。 By the sea ダンダダンダ、こんな感じでちょっとダンダダンダダッカダッカ、もう一回ダンダダンダダンガダンガドンって次の、ちょっとこうニュアンスを変えて他の次のバースにこう橋渡しするおかずっていう感じですけどね。え、サビの前でもですね、 You are my don't everここでドンダダンガダンガって入っていくと、こ
んな感じでちょっとね盛り上げて次のバスにドーンと入っていくという感じ。さっきも言ったようにリズムキープ、このレトロビートでねゆったりやってくださいね。でサビの中でですねちょっとこのコード進行を見て C と C A7、 C と A7 でワンブロックになってるんですけど、ここのちょっとレトロビートのやり方解説、これワンブロックにねコード2個の時のレトロビートちょっと、ね、複雑になると思っちゃう方もいるかもしれない。ちょっとやってみます、せーの。わかった、もう一回せーの、 C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 。 はい、コードが変わるけど右手は変わらないです。こんな感じです、こんな感じです。C と C、A7。こんな感じで、リズム切り替えをしてみてもいいかなと思いますと。はい。そして、もう、あとは淡々とこう、リズムキープをして、ゆったり気分で、力入れちゃダメですよ。力まず、こう、ハワイアンソングって言ったら、やっぱりこう、揺らすように、こう、なんか、やっぱりこうね、こういう風になりたいわけじゃないですか。ふわーっとしたいわけです。これを、気持ちを忘れちゃった。海がこう、なびくように、こう、気持ちよく、ハワイの風がこう、ハワイアンブリーズがこう、こう吹き抜けていくみたいな、そんな気分が大事なんですけど、ね、で一番最後の最後のエンディングでアロハロワリア、この後離れ、この後 F マイナー、この F マイナーが1個入るだけでですねもうとろけちゃう、バターがとろけるように蜂蜜みたいな、そんなイメージでとろかしてください。 F から F マイナーとろかして C で終わる、これがね素敵なんです。はい、てな感じで説明していきましたけど、まあさっきも言ったようにこれハワイアンソングっていうのはこう力んでガシガシやっちゃ、あれやっちゃダメなの、やっぱりリラックスしてもうほんと深呼吸とかして体も緩めてですね、気持ちがいいですから、いやーこれをもうね空気いっぱい吸って演奏していきましょう。さあそれではやっていきます、離れいムーンガズレレ流かっこいいバージョン、ゆったり気分でやってみる。1,2,3,4Every breeze, every wave will be
名曲、ハナライムーン、ガズレレルかっこいいバージョンやってましたっていうか、もう気持ちがいい。もうね、ガズさんもね、もう分かってると思うんですけど、ハワイとかハワイアンミュージックもめっちゃ好きなんですよね。だからもう好きがもう出ちゃいます。まあでもほんと言ったりしてね、もうほんとこれで気分変わりますからですね。まだ日本はね、まだちょっと春になりかけですけど、これはなかなかこの、いいですよ。自分を緩める、なんかこう世界がこう、キラキラ見える、そんな曲。ぜひプレイしてみてください。はい、Gラボウクレレ、ただいま大好評販売予約受付中。今日もめちゃくちゃいいサウンドを響かせた、このウクレレ、皆さんぜひ、ちょっとチェックしてみてください。Gラボ祭りでね、面白いことにもなってます。概要欄に詳細貼っておきます。はい、そしてこの本、GGD ガズのめちゃくちゃいいこと言ってる本の予約と、この本の出版記念イベント、5月11日も、またちょっと申し込みできると思います。概要欄チェックしてみてください。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が、2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方は、レビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんで、そこで見てもらって、いいなと思ったら、1曲からでも、セットでも、楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っている、デザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。で、アプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも。これもね、Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう1個やってるんですよ、これ。ガズピアノ。これ、超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね。ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね。見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい。このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そう、あちこち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽、聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。